メモリアルガールズサイド3こうちゃん CU ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回は入学しまして初めてのね外出イベントを見てきたところですね。で今回でできればバイトを始めたいんだけれども、どうかな、ちょっと学力がねなかなか占いが良くないんで上げられずにいるんだけれども、あでも今週あれかゴールデンウィークか、養護室に行かなきゃ。だからさ、お前ら兄弟がちょっと目立ちすぎなんじゃねえかって。なあ。ん？あんまりでかい面してると俺ら上が全員相手になるぜ。で光一くん？まあほら俺らにもメンツってもんがあるからさ、わかるだろ。わかんねえな。おい下手に出てるうちに。やんのかやんねえのか、ああ。光一くん、ちっ、うるせえのが。てめえらがちょっかい出さなきゃこっちも手は出さねえ。それで収めろ。わ、わかった、そうしような。じゃあ、高校デビューが。もう喧嘩しちゃダメだよ。してねえよ。してた。あれは話し合いだ。話し合いって上級生の人たち怖がってたよ。だから言う、こっちも毎日揉めたかね。ま、とりあえずこれで仕切った。仕切っちゃったんだ。仕切ったところで今日は、こうちゃんとのね初めてのデートでボウリングに早速行ってきたいと思います。え、ちょっとまだ服で、ね、あんまり、まあ、変えてなくてちょっと少ないんですけど、今回もね、前回と同様というか、まあ、ちょっと入れ替える形になるんですけれども、こうちゃんとね、デートに行くときは、できるだけちょっとね、動きやすさ重視というか、ちょっとね、パンツスタイル多めにして、まあ、ルカとデートをするときは今回はね、ちょっと女の子らしい格好で行こうと思います。独特しい色合いだな、なんか。遅くなっちゃった。光一くんはもう来てる。ごめんね、待たせちゃった。まあな。怒ってる？別に。おお、悪かねえぞ。え、どうかした？あ、いや、その格好、なんでもねえ。気にすんな。光一くん喜んでくれてるよね。この服にしてよかった。腕が鳴るね。早く行こうぜ。うん、目が本気だ。藤谷、お前、ボーリングやんのか？ま、これはね、勝負してみる？おうおう、でかく出やがったな。
100年早いんだよ。やったね、バッチリ好印象。今日みたいなのはよ、悪かねえぞ。じゃあよ。相談も何もないから早いですね。お触りもしてないからね。で、せっかくのゴールデンウィークなので占いが微妙だけど、ちょっと唐揚げしとこうかな。デートは今月はあるかとはしないので、お誘いだけね、今月中にしとければいいかな。で、その代わりデートはしないんだけど、お出かけをね、もう一回しときたいので、まあまだね、かなり時間があるから、あ、フリマに行ってもいいね。フリマに行くってのもいいかもしれない。とりあえず、唐揚げしようかな。出ちゃうかな。3日間でしょ。1ずつ上がっても無理か。あ、待って、出た、もしかして。あ、出たわ、よかった。よし、じゃあちょっと日曜日ね、早速電話しますか。しおりちゃん、よかったら一緒に帰らない？俺と？そうだな。うん、オッケー。それじゃあ行こう。お電話ありがとうございます。花屋アンネリーです。アルバイト募集のメールを拝見してお電話させていただいたんですが。それじゃあ毎週火曜日と木曜日に来てもらえるかな。わかりました、よろしくお願いします。次回からよろしく頼むね。毎週火曜と木曜日は花屋でアルバイト。よーし、頑張るぞ。今日から新しく入りました藤谷です。よろしくお願いします。君のシフトは毎週火曜日と木曜日だったね。よろしく頼むよ。はい。よーし、頑張ろうと。しおりちゃん、何してんの？ルカ君？あれ、ここで働いてるの？そうだよ。そっか。あ、私も今日からここでバイトだよ。へえ。じゃあ、よろしく。よろしくね。先輩。よろしくお願いします、先輩。厳しいんだね。
占いが。あ、勉強がいい。6月に入ってから誘うかな。勉強がいいな。外出できなく、ニーナが出てきて外出できなくなっちゃうから1年目はちょっと難しいですよね。ちょっと困ったら遊ぶしかないね。寝るか遊ぶからね。あ、そういえばもうすぐ小一くんの誕生日だ。プレゼントどうしよう。うん、急いで買いに行かなきゃ。これも1リッチみたいだけど、何を買おうかな。あ、これだ。プレゼントも用意したし、あとは私だけ喜んでくれるといいな。小一くん。あ？誕生日プレゼント、今日でいいんだよね。まあよ。お前、物好きだな。ねえ、開けてみて。お？どうかな？なるほどな。ダメだった？上出来だ。本当？ああ、俺のコレクション棚に追加だ。やった、すごく喜んでもらえたみたい。早い段階でずっと変えられなかったからね、前回。ミオ、何？ねえ、一緒に帰らない？うん、よかった。帰る。うん、じゃあ行こっか。あれだよね、確か占い良かったよね。そうだね。体育祭はまだ再来週よね。そうだね、そうだね。しおりちゃん、途中まで一緒に帰んない？イベントか。あ、ルカくん、うん、いいよ。じゃ、出発。おいおいおい、桜井弟じゃねえか。偉そうに浜学の制服なんか着やがって、こら。一瞬誰か分かんなかったじゃねえか。
チャラチャラ女連れで下校か。イケメンはいいな。こら、この人たち評判の悪い豊門高校の制服。あのさ、今オフなんだよ。見てわかんねえかな。この人たち友達？そんな感じ。あら、今日はずいぶんおとなしいじゃねえか。やっぱあれか、兄貴がいねえとダメか。待てこら、今なんか言ったか。あ？ルカ君、友達と話あるからさ、今日はここで。ごめん。でもその人たち。いいから行けよ。友達じゃないよね。ルカ君大丈夫かな。怖いけどやっぱり戻らなきゃ。どうした、ビビって声も出ねえか。あれ、待っててやるから兄貴呼べ。ピーピーうるせんだよ。来いよ。おら、ルカ君。どうしよう、早く止めなきゃ。やめて、やめてよ。ん？なんだなんだ、喧嘩か。おい、お前たち、警察呼んだぞ。やべ、行くぞ。くそ。もう、どうなるかと思った。どうして喧嘩なんてするの？そりゃあほら、悪者はやっつけないと。ヒーローとして。またすぐふざける。本当に怖かったのに。はあ、だから先帰れっつったろ。私が止めなかったら大変なことになってたでしょ。びっくりした。俺もびっくりした。やめてってすげえでかい声で。ヒョタコの奴らビビってた。だってそれは。今日はごめん。一緒にいるときはさ、絡まれないようにする。うん、ん？一緒にいるときもだよ。もバイバイ。うん、じゃあね。ルカ君ってどうして時々危ないことするんだろう。え、今日フリマか。ちょっといいものが。あ、そうだよ、フリマでいいものがあってもあれじゃん。イベントを見るからさ。そうだね、失敗した。フリマじゃなかったな、行くのは。まあいいや、普通にじゃあ買い物しに行こう。じゃあちょっとまたカットねしちゃいますが、今日も、外出イベントの方をねこれから見に行こうと思います。あれ、あそこの二人。へえ、コウチ君ってさ、ヴィンテージとか着るんだ。かなり意外。うるせえな、着ちゃ悪いのかよ。褒めてんだからいちいち突っかかんないの。うっとうしいな。ええ。コウチ君、花椿さんも何してんの？こんなところで。まあ、バンビー。なんだお前、こいつの知り合いか。つが、バンビって。そうそう、花椿さん友達だよ。ねえねえ、こいつくんって学校じゃあんなのにさ、
普段は結構おしゃれだね。知ってた？うん、そうだよ。そっか、よろしくとか刺繍した服着てんのかと思った。きめえだろ。光一くんはおしゃれにこだわってるんだよね。バカ、おしゃれじゃねえ、ポリシーだ。ちょっと、バンビにバカって言った？ぶっ飛ばすよ、バカヤンキー。なんだこら。おっと、私急いでたんだ。じゃあね、バンビ。バイバイ、花椿さん。バンビってよ、お前。変わった友達が多いよね。うん、知ってる。いけるかな。ちょっと万が一ダメだったら見直しちゃおう。あれか、いけない、寝坊しちゃった。もう走れないよ。どうしよう、遅刻しちゃう。しおりちゃん。あ、どうした？遅刻するよ。そうだけど、ルカ君たちバイクで通学してるの？時々。家遠いからさ。でもバイク通学って禁止じゃなかったっけ？わかんない。こう、知ってる？知らねえよ。知らねえって。乗っけてあげようか。私？一人おりんならな。こうは歩いてくって。てめえのことだ。遠慮しとこうかな。そっか、じゃあお先、急げ。うるせえ。本当に二人ともいい加減っていうか、むちゃくちゃっていうか。いけない、遅刻しちゃう。ルカをデートに誘おうかな。14日に行くか。もしもし。あ、ルカ君、藤谷だけど今大丈夫？うん、何？うん、6月14日に映画を見に行かない？よし。いいよ。じゃあ6月14日に駅前広場で待ってるね。遅れたらごめん。そんじゃ。やった、早く6月14日来ないかな。光一くん。ああ、お前か。よかったら一緒に帰らない？ああ、行くか。よかった。もうすぐ体育祭だね。まあな。あ、まさかまた。サボるとは言ってねえだろう。顔ぐらいは出してやる。ガミガミうるせえのが二人もいるからな。二人って、私と？大迫だ。
体育の教師とつるんで単位握ってやんだ。参加しないと体育の単位もらえないの？そういうことだ。ったく、奴らやりたい放題しやがる。それは大迫先生のセリフだよ。あ、で体育祭か。今日は体育祭。よし、頑張るぞ。さてと、何の競技に参加しようかな。まだ1年目なんでね。玉入れじゃなくて、大玉転がしにしたいと思います。準備しなきゃ。うん、大玉転がしに出よう。1位かよ。へえ、やるな。やったね、一等賞。最後はフォークダンス、そろそろ始まるみたい。次は、あ、高一くんだ。なんかデートしてないからね、こうちゃんが一番高いね。高一くん、怖いよ。次は、あ、ルカくんだ。しおりちゃん、俺と踊ろうぜ。優しくね。これで終わりかな。今年の体育祭はこれで終了。さて、家に帰ろう。ルカと初デートに行って終わりにしようかな。ちょっと紅茶もけど、服を最初に買いすぎちゃってお金が全然なくて、ルカ向けの服が全然買えてないんですよね。だからちょっとナチュラルにすらできなかったけど、ちょっとしょうがないですね。今回水着と浴衣を、ね、同じ服で買え、同じ服じゃない、同じ店で買えないので、ちょっとね、それが結構最初だと痛いですね。遅くなっちゃった。ルカくんは、あ、ごめんね、待たせちゃった？うん。怒ってる？あれ？いや、怒ってないよ。行こう。その服、かわいい。かなりいい感じ。本当に？うん、食べちゃいたいくらい。ルカ君、こういう服が好きなんだ。しおりちゃん、待って。ポップコーン買う。ほら、どうぞ。あ、ありがとう。やっぱ映画といえば、ポップコーンだから。
これね、結構怖いですよね、本当に。なんか、私怖いの別に全然平気だから何も思わないけど、苦手な人はこれを見ただけでわってなりそう。これはね、大好きなやつなんで。今日の映画最高だったね。ああ、最高。最高すぎて、夢見そう。やったね、バッチリ好印象。満足満足。そんじゃ、また。今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。